車を改造せずにいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは土方店長です。重症患者ですまたそれですか。はい、はい、というわけで以前入庫の状態ですね、ご紹介した裏間エボ4駆の方ですね、はいはい、がついに完成したということで、はい、今回こちらを詳しく紹介したいと思います。でもう、うん、どこカスタマイズしたんですか。もう何よりも色が変わりすぎじゃないですか。変わりすぎですよね。でも私もオーナー様もイメージ通りに出来上がってます。あ、本当ですか。はい、というわけで前回ボンドボディで入庫の状態からお伝えしたこちらの車を、はい、なんとフルラップして色替えしましたということで、はい、これ使ってるフィルムは、うん、もう最近めちゃくちゃ勢いのあるイノゼテック、はい、もうツヤ感すごいやつですね。すごい。でパールクリスタルブルーっていう。そうです。パールクリスタルブルーですね。これはすごいっすね、色が。すごいですよね。夜とか水銀灯の下だとシルバーがすごい出てくるので、あ、ものすごくかっこいいです。なるほど。だもう表情がもうまるっきり変わりますね、光の当たり方によって。でもう艶のあるラッピングフィルムの元祖ともいえるこちらのイノゼテックなんですけど、はい、うん、シリーズがいくつかあるんですよね。そうですね、うん、でメタリックのフィルムだったりだとか、まあ、スタンダードなフィルムだったりだとか、はい、あと最近だとダイナミック PPF って言って、そうですね、あの色付きのプロテクションフィルムなんかにも非常に力を入れてて、はい、まあ、いろんなフィルムを取り扱ってるんですけど、今回施工させていただいたのは、はい、パールセントシリーズっていう。そうですね、パールのシリーズなんですね。パールなんです。でフィルムでパールってあんまりイメージ湧かなかったんですけど、うん、これちょっと動画映像でどこまで伝わってるか分かんないですけど、パール感が本当にある。光の当たり方ですごいシルバーがなんか浮き出てくるみたいな。そうですね、はい、そんな感じのフィルムになってる、うん、そして今回これまた色が絶妙っすね。絶妙です、ね、パールクリスタルブルー、はい、なんかパッと見た時に、うん、あのアベンタが、うん、あの最後生産終了で、はい、ラインオフした時の車知ってます、うん、知ってます。なんか水色っぽいやつ、はい、あれっぽいなと思ったんですけど、はい、今日実車見させていただいたらまたそれと違った緑感が少しある。そうなんですよ、はい、ブルーといっても緑感が強いので。そうですよね、はい、絶妙な色合いになってると。そうですね。で当然ラッピングですから部分部分、うん、はい、残しつつ色替えをしているということで、はい、細かく見ていきたいんですけど、はい、あの最初にボンドボディで、うん、土方店長が指示してた通り、うん、まあ、基本的にボディカラーの黒い部分が今回この、はい、フィルムで色替えされてるイメージなんですかね。そうです。もともとついてたノビテックのパーツ、うん、カーボンパーツなんかは残したまま施工されてると、はいはい、そうです。で施工されてるっていうのは簡単なんですけど、はい、これ全部パーツだって区切ってるわけじゃないですか、はい、でしかも全部巻き込んでるわけじゃないですか。そうですね。実際施工してる場所にも僕行ったんですけど、はい、あのえらい作業でしたよ僕も途中で呼び出されて大丈夫かみたいに言われたんで見に行ったんですよ。だからえらい作業だって申し訳ないっつってだ結局巻き込まないとこういう端なんかはやっぱり見えてきちゃうんで、はい、そうですね。もうとにかく外せるパーツは全部外して施工がされてるみたいです、はい、うん、というわけでボンネットもそうですし、はい、バンパー、フェンダー、うん、特にすごいのがこのバンパーのこのカーボンパーツ一回外してるんですかね。これ外せるものは全て外してるのでだギリギリまで巻き込んでるんで結構見えなく張り込んでいると、はい、そうですね。そしてもう一つポイントなのはこっちのカーボンパーツの方にも、はい、今回フィルムが施工されていると。そうです、プロテクション貼ってますね。これは透明の傷防止のフィルムですよね。はい、そうです。というわけで全体的なツヤ感がなんかもう一段階アップしたような感じがしてると、はい、うん、で特にカーボンパーツってやっぱり傷ついちゃった時に修復できないじゃないですか。そうなんです。補修ができないということで、はい、今回ラッピングですけどそれと関係なく、はい、まあ、施工するのもかなりいいんじゃないかなと、はい、というわけで、はい、もう全面もう全然別の車っすね。ですね、はい街ですれ違ったらもちろん分かんないレベルですけど、はい、近くで見ても、うん、多分言われないと分からないぐらい。そうですね、以前にもありましたけどブルーの S クラスうちの動画でやったやつ、人違いですって言えないパート2ですね確かにこれは誰とも被らないですねで特にあのランボって、オーダーでアドペルソナムでいろんな色をできたりもしますけど、はい、この手の色って結構少ないんじゃないかなと。いやもうそこを狙いました。だからもうオーナーさんと見本を見ながら何時間も話してでこうでこうでって言ってで何回も来てもらって現車見ながら合わせてここは残そう、ここは入れよう、ここは黒、ここはカーボンっていうのをずっとやってましたね。まあ確かにその施工する範囲とか、はい、まあ、色でもまた全然違いますからね。そうですね、はい、というわけでしっかりその辺も施工されていると。で特に今回色が明るい色になったんでカーボンパーツとあとノビテックのこのフードなんかの形状の違いがかなりはっきり出てますね。なんかこう
ラインが冴えてますよね、すごくね、うん。まあ、一段とこのボンネットのダクトなんかが強調されるこちらのデザインになっていると、はい、だとフィルムについてなんですけど、ツヤと光沢のあるフィルム、うん、もう元祖じゃないです、うん、アイノテテックって、ね、はい、でもちろんそのフィルムの質もやっぱりかなりこだわってるみたいで、コーティングしたりだとか、はい、あと軽く磨いたりもできるみたいですよ。それがいいですよね。というわけでもう貼ったら貼ったでおしまいじゃなくって、はい、まあ、メンテナンスなんかもで、あのメンテナンスの用品なんかもイノテテックの場合出してるんですよね。そうです、はい、というわけで、まあ、非常に今勢いがあって、まあ、いろんなメーカーとかショップなんかともコラボしていろんな車を出している、うん、こんな感じになっております、はい、そして、うん、横だったりは復習になっちゃいますけど、はい、まあ、ノビテック前回のほぼコンプリートですって言ったらどっちですかってコメント来ましたけど、ね、はい、確認したからミラーカバーだけ、はい、ノビテックのパーツが付いてなかったんですよね。そうなんですよ。で今回は、はい、追加でオーダーをいただいてますというわけで今回はまだ施工されてないですけど、今後ここもノビテックのカーボンミラーになるそうです。はい、そしてホイールなんかもノビテックのこれボッセとのコラボホイールですよね。そうです、はい、こちらもボディカラーが変わるとかなり違うイメージ、なんかホイールがあのインパクトが強くなったというか、そうですよね、なんか履き替えたんじゃないかっていうくらい、はい、そんなそのぐらいです、はい、そのぐらいのインパクトになってると、はい、もうどうせだったらボディ同色で塗りたかったんですけど、あー、はい、それもいいっすね、はい、でもちょっとやりすぎなのかなみたいなちょっとオーナー様といろいろ話しながら、はい、黒でいいっすかみたいな。なるほど、はい、そして横だったりももう全面施工されております、はい、でまああの裏間の場合結構パネルでこう切れてるんで、うん、あんまりこう大きな面積、はいはい、1枚でっていうこともないんですけれども、うん、まあ、それでも屋根なんか結構な面積ですよね。結構A ピラー全部つながってますからね。それをつなぐことなく全部1枚で施工されていると、はい、このツヤ感ですよ本当に。いやすごいですねこれね。そうですよね、はい、そして僕思うんですけど、うん、あのスーパーカーでもこの辺のこう目を引く色選べる方ってすごいと思うんですよ、うん、そうですね。もう純正ラッピング関わらず、はい、でやっぱりリセールだったりだとか、うん、まあ、いろんなこと考えると、うん、鉄板な色、うん、黒とか、まあ、フェラーリだったら赤とか選びがちじゃないですか。行きがちですね。で海外だと結構こう原色系選んだりとかもするんですけど、はい、日本だとまだそこまで原色系って市民権を得てない感じしません？それはあります。あとはやっぱりこうもうちょっと遊んでほしいですよね。そうですよね。差し色だけでもいいですけど本当遊んでほしい、うん、まあ、リセールだったりも影響するんでなかなか難しいと思うんですけど、はい、ようやくここに来てなんかグレーとか、うん、緑がちょっと市民権を得てきたかなっていう感じしますけど、あここまで遊んでる色ってなかなか、はい、というわけでサイドのカーボンパーツなんかも残したまま施工されてるんで、はい、まあ、前回とかなりイメージが変わってきてるんじゃないかなと、はい、そしてあとこのダクトのところ、うん、これペイントもプラスアルファしてるんでしたっけ？しないです。前回ここでなんか一悶着ありましたけど、 ありましたね。貼る貼らない、あのこれ自己満なんですけどドアミラーに映った時のそのダクトが真っ黒に見えてて、あなんかもうランボ乗ってるぞっていうのがものすごく自分の中でポイントが高くてそれをやりたかった。なるほど、はい、でダクトが強調されるように、うん、中側はあえてこうだから何もせずですよね。黒いまんま残してます。黒いこのダクトが強調されるようにこの内側のパネルなんかは残したまま施工されてると、はい、そうですね。だフィルムその辺が簡単にできるのはいいところですよね。嬉しいです、まあ、施工は簡単じゃないと思うんですけど、はいはい、というわけでこんな感じにされてもらっていると、はい、そしてこの辺なんかはやっぱりあのボディカラー変わると、うん、目立ちますね。カーボンパーツが、カーボンパーツが、あとここの残したこのラインがすごく強調されているので、あ、そっか、そこ上あえて残してるんですね。そうなんですよ。だからここどうしようかって話もあったんですけど、はい、とりあえず残して後から貼ることはできるじゃないですか。確かに。なので追加で貼ってもいいしちょっとやってみましょうって言ったら想像以上にいい感じでエンジンの見栄えも良くなったので、確かに上こうそこまでボディ同色にすると少しこのエンジンルームが小さく見える、そうなんです、ボディが大きく見えるっていう違いもあるかもしれない、はい、そうですね。なのでその辺なんかも絶妙なところで仕上げて、はい、だと後ろはこれまた絶妙な残し具合ですね、はい、もうこれはオーナー様の立ってのリクエストでここはどうしても黒で残してくれ、僕もそれは賛成だったので、でここをどうするかっていうのを最後まで、あここですね。純正だとどうなってるんですか？純正だとあの同じ色ですね。あ、同色なんですか？ボディ同色ですね。なるほど。あとは STO とかテルフォーだったかなとかいろんな種類があるので車外をつけてたりあのオプションのリアウィングをつけてたりするとここを黒く残してる人とか、あやっぱり その辺を色分けしてる人たちも見受けられます。あとアベンタとかも。なるほどなるほど、はい、ここだから
どうするかでだいぶ表情違うっすね。そうなんですよ。でやっぱり多分オーナー様は色遊び大好きなオーナー様なんですけど問題発言が今、はいはい、なんですけどすごくよく分かってて、多分軽いと言ったらおかしいですけど、どっちかって言ったら色だけ言うと可愛いの色じゃないですか、はい、あの、はい、いかついんじゃなくて、はい、だからここをちょっと重く残したかったみたいなんですよ。でウイング感をすごく出したかったらしくて、それで最後の最後でやっぱりそこは黒に残してくれ、なるほどっていうのを言われました。そうするとこうエンジンルームからの黒のつながりもこうできて、そうなんですよ、こうテールランプもつながってるじゃないですけど、はい、こう横に面積広く取れるような印象になるんで、うん、なんか一連の流れでね、確かにだいぶイメージ違いますね。そうですね。というわけで今回こちらは黒で残して、はいはい、こっちは透明のやつ貼ってあるんですか、うん、どれですか。こっちの黒い残したところは残したやつは貼ってあると思いますね。ここ、貼ってありますよ。ここも貼ってあるんですね、はい、ここも貼ってあります。で隙がない、はいはい、当然ウイングももちろんです。この複雑な形状、はい、まあ、この上面はまだ分かるじゃないですか、はい、ここの足もスワンネックの足も全部貼ってありますから、はい、これはでも安心して乗れますね。だからそういうカーボンパーツなんか、ね、はい、やっぱりこうもうどうせだったらね、あの守りたいですからね、高価な車ですし、はい、というわけでこの辺もしっかり施工したと。あと下側のディフューザーカーボンパーツに関しては、うん、はい、まあ、同じようにカーボンパーツですから透明のプロテクションフィルムで施工してあると。そうです、うん、そうですね、だいぶイメージ変わりましたね。変わりましたね。というわけでこんな感じで仕上げてあります。はい、じゃあ最後になりますけども、はい、全体的なご紹介させていただいたプラス、うん、これライトとか、はい、あとウィンカーなんかも今回、はい、プロテクションが貼ってある。プロテクション貼ってサイドはライトスモークの色付きのフィルムにしてます。これでも貼ってあるか貼ってないかわからないぐらい、ちょっと離れてみると、うん、あ少し暗いかなぐらいですよ、ね、ぐらいな感じですね。もともとヘッドライト暗い、あの黒いんで、インナーは、はいはいはい、ヘッドライトはクリアを貼ってるんですよ。で横のサイドのマーカーですね、これはスモークを貼ってます。ここ真っ白白なんですよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ目立つんですよね、はい、だその辺なんかのさじ加減を変えてあげると、そうちょっとトーンを落として違うのかなと、はいはい、で最後ちょっとやらしい話をしていいですか。どうぞ。予算感的にはどんな感じで見ておくといいんですか。うん、細かく言うとこのお客様はガラスのプロテクションも貼ってます。あ全部貼ってるんですか。そうです。あとは追加でリアのスモークフィルム3面貼っちゃったりしちゃうんですけど、でリアのエンブレムもキャンディスモーク、これもキャンディスモーク、全部ざっくりですけど、まだ180から200ぐらい。なるほど、はい、結構やっぱりかかりますね。でも車の金額と価値考えたら守りながらカスタマイズみたいなって考えてもらえればかなって思っていただきたいです。安くはないです。いやでも、はい、車のね元々の価格、そうですね、そうですね、はい、を考えると、でもちろんもっとがっつり守りたいよっていう方は、はい、あのプロテクションフィルムだったりとか、そうですね、最初にもご紹介したカラープロテクションなんかもありますし、うん、まあ、あとはあの、まあ、もちろんその永久に使えるものではないですけど、はい、まあ、数年は、うん、まあ、保管状況にもよりますけど使えて、でなおかつこれだけ遊べるわけじゃないですか、はい、なんでこの辺の車になってくるとエアロパーツで何百万円とかっていうのもあるんで、はい、まあ、いい金額なんじゃないかなっていう。そうですよね、まあ、その金額でこれだけ遊べるってなってくる。いや、もっと言うと、そう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 、だからエアロパーツがそんなについてなくてもスーパーカーってある程度形がもう出来上がってるじゃないですか。そこでエアロパーツを追加するのって最高にかっこいいと思うんですけど、そこまで予算を使いたくないっていうんであればラッピングした方がトータルで安くなる。そうですよね、はいはい、でもちろんそのコンディションにもよりますけど、うん、まあ、剥がせば元に戻せるっていう、その通りですね、はい、メリットもありますん で、はい、でなおかついろんな色がありますから。そうです。まだいろんな遊び方があるんじゃないかなと、ね、はい、というわけでもう車の用意からじゃあご相談いただければ、はい、もちろんです、いろんなものがやっていきます、はい、というわけでぜひボンド名古屋土方店長にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。